心を思い知らせてくれ。はい、こんにちは、こんばんは、白銀のハトです。今回はまあ動画のやつですね、やっていこうかなと思います。タイトル通り、まああと2人になりますはい、あと2人でまあ偽スキル輪が終わるっていう感じですね。でまあ今回どこ回っているかというと、アナスタシアのどこだったっけな、まああの氷が一番ドロップするところを周回しております。はい、まあ、本来だと氷とかね、あの火薬まとめて集めておきたいなって気持ちはあったんですが、あのそうできるクエストが、このクエストないんですよ確か。新素材が2つとも一気に集めるんだったら1つ効率よく集めた方がコスパいいっていうのがここだったはずなんで、まあここ周回するかって感じで周回しております。はい、なんか音量大きいな、気のせいか。でまあここの場所なんですが、まあ自分は一応即死パみたいな感じでやっています。でこれ即死入るときと入らないときのパーセンテージがいまいち分かってないっていうのがあったりするね。その一応OC500% で結構即死は入るんですが、9割即死入るかなって感じです。なので即死がたまに入らないときがあったりするんで、まあこの周回パーティーに関しては不完全なんですが、まあわりかしのんびりと周回していってるっていう形です。ただここの氷の場所、本当にドロップ率がね、あのそこまで高くないっていうのがあったりするから、まあそこだけちょっとネックだな、まあちょっと辛かったなって気持ちはあったりするね。でなぜか知らないんだけど、ここ俺の体感として1回の周回で0か2ドロかみたいな、そんな感じもあったりするんだよね。なんか一気に落ちる時にはポロポロっと落ちて、それ以外の時一切落ちないみたいな。だからね、数の調整っていうのがね、めんどくさかったっていうのがあったりする。うん、まああと数個、まあほんの少し集めたらいけるようになるんで、まあ数回やってちょっと割愛するとは思うんですが、まあまあまあやっていきます。いやけどもうあと2人になるよ。もう今月中に終わらせたいね、どちらかっていうと。今月中に終わったら多分新キャラが来ない限り大丈夫で、今日撮影日が水曜日7月8日なんですが、今日新情報が出るか出ないかによって卒業のやつも変わるか変わらないかが結構変わるんだよね。その実質なんだろう、2人かっこ3人みたいなことにならないことを俺はちょっと祈りたい、祈りたいと思うんだけど、まあここで新イベ挟むとしたら誰が来るんだろうなっていうのもあったりするね。リンボが来るのかな、それともまあやっぱ安定のカーマ復刻するのかな、ガチャ回すとしたらどうしようかなみたいな、まだ心の傷癒えてないなとかね、いろいろ考えながらいろいろと周回していかないといけないので、まあそこだけちょっとどうにかしたいなっていうのもあったりするね。うん、まあって言ってもどうにかなるでしょとは思ってるんで、まあこの後ですね、まだ2人残ってしまうっていうのがあるんで、まあその2人の素材をちゃちゃっと集めてやっていきたいなとか思っています。でもうラストに関してはあのサーバントっていうのは決めております。でまあここ回ってるってことは、まあ2人のうちどちらかっていうのは多分わかると思います。でそういう感じでね、やっていこうかなっていう。わあ、よかったよかった。ここ金落ちたら確定で氷なんで、すごい嬉しいこの金来たらね、秘石とかいう罠がないからね、それだけでも十分嬉しいね。まあ心臓集めするよりはすごい楽っていうのもあったりするんですが、まあなんとかなる。であと1個落ちてくれたら完璧なんだけどな、一応。ただこういう時に限って結構2ドロするっていうのはわりかしあったりするんで、うん、まあ1ドロしなかったら割愛だ割愛します。でドロップする時にまあ芯飛ばすってやつですね。まあいつも通りのやつです。ただここで終わってくれたらすごい嬉しい。あと全然関係ないんだけどさ、雨がすごくてさ、マイクに音入ってる気がするんだけど、気のせいかな、すごいそんな気がする。なんか一時期ザザザザザザって振りまくって、もうすごっと思って見てたからね、やばかったね。よし、ということで割愛しましょう。ということでまあ集め終わりました。はい、いやー72個ですね。よし、ということでまあスタミナ全部なくさずに済んですごい良かったわ。うん、ではやっていきましょう。
いや、ある意味ね、この子からも逃げてたっていうのはあったりするんで、まあ、うん、逃げてた。毒針と氷使うからいいやーっつって放置していた雷帝くんに、スキル上げをね、やろうかなと。いや、この子自体はね、なんかスキル構成めちゃくちゃ強いのに、他のライダーに食われてあんまり使われないっていう子だったりするからね。あー、長かったー。マジで長かったこの子は。なんか気持ち氷を使うだけでちょっとやる気がなくなってた時期があったから、なんかもう今できてよかったなって思ったりしてます。はい、ということで偽スキルは終わりましたね。外しましょう。残り2体あとはエリセとバサランテって感じですね。で、まあ先に言っておきます、最後はバサランテです。はい、なぜかっていうと、まあ俺の FGO 人生の中で一番沼ったサーヴァントっていうのがあるんで、まあこの子に関しては最後にね、ほう、あのスキル上げして終わらせようかな、因縁を断ち切ろうかなっていろいろと思っています。はい、いやけどあと2人か。この後ちょっとね、俺後でね、裏で確認しておきます、ちゃんとサーヴァントいるかいないか。そのサーヴァントちゃんと999にしてると思うんだけど、たまに989のキャラクターとかいたりするんで、そこだけちょっと、うん、間違えないように何回か確認します。はいということで今回ここで終わりにしたいなと思います。最後まで見てくださった皆さん、ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録とか高評価してもらえたら嬉しいです。それじゃあバイバイ。Thank you.